あっさりとした味わいの中に独特の風味が堪能できる小松菜。主な産地は徳島市、石井町、吉野川市です。徳島市国府町で小松菜を生産している伊佐井さんを訪ねました。夏に出荷が多い小松菜ですが、ハウス栽培を組み合わせることで1年を通して出荷されています。特に旬である冬には葉が肉厚で柔らかく甘みも出てくるのでおすすめです。冬の品質の高い小松菜を作る上でのポイントは、トンネルのビニールに開ける換気用の穴の数を調節することです。この穴の数によってちごてくるんですよ、成長具合と、やっぱし病気というか、あんまり厚にしすぎると病気が出やすい。で、病気が出ん程度に成長させるには、この穴の数をどんだけ開けていくかが、それがそれがなかなか難しいんです。そういうのを結構というか、自分で 見つけ出してこういうこと仕掛けたんで、まあそれはやりがいがあるかな。すだちくんも収穫に挑戦。小松菜の特徴はカルシウム、ビタミン C や食物繊維などを多く含む栄養価の高い緑黄色野菜であること。中でもカルシウムはほうれん草の5倍も含まれており、野菜の中でもトップクラスです。収穫した小松菜は根元を切り揃え選別します。で、ここからこの線からここまでが、まあ、製品として出せる。まあ、これなんかだったらこれ一番大きいでしょ、これだけ。まあ、こういうのはもうこう落としてやって、選別しながら外側にある数枚の葉を落とします。ちゃんとこう成長してるみたいやけど、これあの豆葉っていうやつで出荷してもいけそうなんやけど、これをちゃんとこう落としてやらんと、あの出荷してこれが日持ちせんのです。この部分は小松菜の持つ独特な風味やその食感は調理しても残るので食べ応えがあります。アクが少ないので下茹でする必要もなく、定番のおひたしや和え物のほか、サラダや炒め物など様々な料理に活用できます。選別が終わると水洗い、袋詰めを行います。この時選別に見落としがないか、もう一度確認しながら袋に入れます。水を切って6キロ段ボールに入れ JA に出荷します。ここに積みにはないとんです。これ JA の支所に運び込まれた小松菜はサイズや品質の検査や数の確認を行います。すだちくんもお手伝い。検査が終わるとトラックに積み込まれ JA の予冷センターに向かいます。そこで真空予冷された後市場に運ばれます。徳島の豊かな自然に育まれた新鮮な小松菜、皆さんもぜひご賞味ください。